はい、皆さんこんにちは。今日もね、授業動画撮っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、今日はね、おととい昨日とに引き続き2019年度の6月 V 模擬ねの四角4番、大問4番の問題を示して、その後一回皆さんに考えてもらってね、ビデオストップして考えてもらって、で、問1から問2までありますので、それの解説をしていきたいと思います。でね、図形の問題です。皆さん結構苦手なんですね、ここね。で、まずね、問題を読み上げていきますので、ぜひご覧ください。右の図1ね、右の図で A は AB イコール AC の二等辺三角形と、 AB イコール AC、 こういうふうにマークを入れていくといいですね。の二等辺三角形で頂点 A、 ここね、で直線 L に接していますよ。で、頂点 BC、 頂点 BC から直線 L に向かって引いた垂線ね、この90度、こっちもね90度の交点を DE としますよとね。で、仮定があって、この AD イコール CE の時、次の問いに答えなさいとなっておりますね。で、問いがこれらです。問1、三角形 ABD 合同三角形 CAE であることを証明せよというのが問1です。問2、ちょっと複雑なんですが、もう一回ね、これ新たな図を問2を解説するときに書きますね。じゃ、今書いた方がいいか、ちょっとこれ消しますね。問2用の図がちょっとね複雑でして、 L があってこう来て、こんな感じか。今ね、早送りしたって大丈夫です、皆さんね。よ、こうこうで、ここ二等辺三角形があって、ここね、で D があって A があって B があって C があって E と、で L ですね。はい、こんな図でいいですかね。辺 AC を含む直線を、辺 AC を含む、これね、辺 AC を含む直線を対象の軸として、点 E と線対称な点 F、なんでこれ問題にはね図が書いてあります、ちゃんとね。これを対象の軸として点 E と線対称だから、まあこの辺なのかな、多分ね。で、図はこんな感じになっています。よよ、これが F と、こんな感じね。もう一回言います。 AC を含む直線、これね、これを対象の軸、つまりこうペコッと折り曲げたときにちょうど E が F に重なりますよっていうことなんですね。ちょっとあんまり言い過ぎると問題のヒントになってしまうので、で、そのときに角 EAC が50度、これ50度と書いてありますね、のときに FAB はと、ここかな、この黒いとこね、この角度は何度ですかっていうのが丸1で、丸にはまたこれ50度とか使えなくなるので、ちょっと置いときましょうね。はい、じゃあ一回止めてね、問題を解いてみてください。この図のね、5を参考にしてね。はい、じゃあ解説いきたいと思います。問1、証明の問題です。はい、三角形 ABD、 これねと三角形CAE、 これまあ両者ね直角三角形であること、皆さん気づきますか。ってことは直角三角形の合同条件が使えそうですね。で、仮定にあったのをもうちょっと入れていくと、仮定よりこの AD イコール CE っていうのもあったね、さっき書いてあったね。なのでこういうマークをつけておきましょう。実はね、これで終わりなんですね、この問題。なんでかっていうと、まず AB と CA が等しいよね、これ斜辺になってます。なおかつ AD と CE かが等しいので、斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいから、この2つ合同ですね。それを書いていきます。
はい、三角形 ABD と三角形 CAE でとにおいてでもいいですよと断ってやって、まず仮定より先に直角言っちゃうか、角 BDA、BDA の順番なので AEC の順番でいいですね、イコール90度と、これ一つ言えましたね。直角三角形の合同条件使うときは必ず90度っていうのを断ってください。これ大事です。これが1番目。はい、次、まだ仮定よりが続くね。今度じゃあこの二等辺三角形のちょんちょんのやついきましょうかね。 AB イコール AB だから CA の順番ですね。はい、これが2番で、さらにもう1個ね、丸のところいきましょう。 AD イコールCE ですね。E と。これ丸三番。はい、これ1、2、3より、はい、直角三角形の合同条件は、あ、ちょっと待ってごめんなさい。直角三角形でとかね。のとかね、左辺と他の一辺がそれぞれ等しいと、のでもうこれで合同ですね。こいつとこいつが合同ですよと。で、あ、これはちょっと青い感じでしょうか。三角形 ABD 合同三角形 CAE と。はい、これで証明が完了でございます。でね、ちなみに勉強なので直角三角形の合同条件もう一個あったね。それもね、一応書いておきます、ここにね。もう一個はもう一つはと、斜辺、直角三角形の斜辺と一つの鋭角ですね、がそれぞれ等しい。はい、のでと。これがね、もう一個の合同条件なので、合わせて一字一句間違わないように完璧に覚えておいてください。非常に大事です。はい、ここで問い1が終了となりますので一回消します。 よし、じゃあ次問い2に行きましょう。問い2の丸2、あ、丸1ですね、ごめんなさい、間違えました丸1。はい、どんな問題だったかっていうと、もう一回おさらいしましょう。角 EAC が50度ね。で、この E と F っていうのは AC を軸にパタンと折り返した線対称の位置にありますっていうのが結構ポイントなんです。これね、これ線対称っていうのが大事です。折り返してパターンとね、重なるっていうところですね。じゃあ問い2のね、問題をやっていきます。この黒い角度を求めなさいっていう問題なんですが、これはね、あんまり難しくないですね、ぶっちゃけるとやっていきます。はい、まずこの三角形 CEA に注目してください。三角形 CEA ね、ここの角がね、青い角が出ます。角 ECA、これが180度から90と50足したものをね、引いてやれば出るわけですね。これ140だから40度になるかな。ここ青い角40度です。ここね。で、そうすると、さっき問い1でね、三角形 ABD、この直角三角形と三角形 CAE ね、これ合同って言ったね。なので角 C に対応するところは角 A なので、ここもこれ40って書いてある40っていうのが分かるね。角ここの A のところだね。これはイコール
各 ECA だから DB か、はい、ここも40度って分かります。そうするとこの直線全部で180度なの で求めたいのは黒だから、あとはこの赤いところがね必要な情報となりますね。これ何度かっていうとこの条件使います。あのね、なんかこう軸があってこうあってこうあってこうあってなんかあいあい傘みたいな感じですけど、ハートなんかつけていきましょうか。A と B がこの軸ねを対象に線対称の位置にある場合はここの角とここの角は一緒になりますね。それを使うとここ50度だったらこの赤も50度に決まります。これで終了です。あとは180度から40、50、50を引きましょう。かける2とこうね、そうすると180引くここが140になるから答えは40度ということになります。これが問2の丸1ですね。ここまではね正解できればしたいですね。じゃあ問2の丸2番いきます。よし、これもいらねえな。はい、問2の丸2番問題をおさらいしておきましょう。ちょっとこの辺の角度はね、あの丸1の条件なのでこれ使えないのでちょっと消しちゃおうかな、紛らわしいからね。はい、よっと。で BD が8って書いてあります。ここが8、これも使えないね。はい、で BD が8の時三角形 ABF ここですね、これのね面積を求めなさいっていう問題なんですが、これはね結構難しいです。できた人はね割とすごいと思います。どうやるかっていうとね、あのねこの線対称のパカッ、これがヒントなんです、実を言うとね。でどうやるかっていうと、まずここの F ね、 AB、 この線分 AB ね、これを対称の軸としてここの F をパカッとこっちにねやっちゃいましょう。ここ G とします、点 G ね。こことここは AB を対称の軸とした対称の点です。でさっきなんでこういうことができるかっていうと、黒い角度40度って出て青い角も40度だったよね。つまりこうなってこうなって、ここに A があってここに G があって、でこうなってこう B があると、ちょっとここの部分をね取り出してみたんですが、でこれが F か、でここが40度でここが40度だったら、あこの F と G は AB を対称の軸として線対称の位置にあるねっていうことで言えるわけですね。でここ G と B をね結んでみます、こんな感じ。そうするとこの三角形 AFB と三角形 AGB の面積っていうのはこうやってこうやると、これとこれが線対称な時この面積とこの面積は同じになるね。なので三角形 AFB、 三角形 AFB とこれが求める面積ね、三角形 AGB っていうのは同じ面積になるわけなんですね。そうするとです、ここの AG の長さっていうのはこれは、AF と同じか、ここはここと同じだね、線対称だからね、 AF と同じと。で AF っていうのはさっき F と E がこれ対称の軸として線対称の位置にあったっていうからここも同じなんですね。でさらにこれとこの直角三角形とこの直角三角形は合同なので、 BD が8センチであれば AE も8センチになります。ってことはここも8、ここも8っていう感じになるわけですね。そしたらここの青い面積っていうのは底辺が
こいつね、これは底辺が GA、 高さが BD かの三角形ということになろうかと思います。で、GA は8センチ、 BD も8センチなので 8×8×2/1 で32と、なんでこれ答え平方センチだっけ、平方センチメートルですね、が答えとなります。ただしね、あの皆さんね、まあここに線対称の 図のね、示しがあったと思うんですが、まさかこっちでも使うとはね、あんまり気づける人はそんなに多くないと思うので、この問題はね、無理して正解できなくてもいい問題です。ただし数学で勝負するって人はね、正解なんとかしていきたいですが、ね、これが問い2の丸2です。あ、で正解率言うの忘れていたんですが、問い1の正解率がね、あ、正解率っていうかこれは証明問題なので、5点中平均点が 2.9 点です。証明って部分点がね、いただけますので、それを含めると平均大体 2.9 点ぐらい皆さん取れてると、6割ぐらいだね。なのでこの問題はね、正解したいところですね。そんなに複雑にもなかったですし、で問2の ① のね、正解率がこれが 56%、 まあ半分より上で6割ちょっと割るぐらいですかね。なのでこれもね、正解できればちょっと差がつきますね。で ② のこれが意外と 30% の正解者がいます。100人中30人は正解しているということですね。はい、なので、まあ気づけば面積は簡単なんですが、気づくまでが難しいという問題でした。はい、ではね、四角4番はこの辺りにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。